日本ペイントホールディングス統合報告書2022のポイント紹介をご覧いただき、ありがとうございます。この動画では、これから統合報告書をご覧いただく皆様に、内容をよりよくご理解していただくためにポイントをご紹介します。はじめに、統合報告書とは何かについて簡単にご紹介します。統合報告書は、投資家、従業員、メディア、ESG 専門家、学生、取引先など、企業を取り巻く様々なステークホルダーを対象としています。メッセージ性、ストーリー性にこだわり抜いた統合報告書は、多くのステークホルダーの関心に応えることができる、格好のコミュニケーションツールです。統合報告書を読めば、企業の中長期的な価値創造能力や成長力、将来性が理解できるようになっています。統合報告書を一言で言うと、企業の価値創造の全体像がわかるツールです。企業が利益やキャッシュなどの財務資本と、人材、組織などの非財務資本を活用し、どのような経済的価値、社会的価値を生み出し、株主への還元を行いながら、生み出している価値の一部を再投資しているかを統合報告書全体を通じて説明しています。それでは日本ペイントホールディングス統合報告書2022のポイントを紹介します。当社では統合報告書を当社グループの経営方針や成長戦略をご理解いただき、建設的な対話を促進するためのコミュニケーションツールと位置づけています。投資家の皆様をはじめとしたステークホルダーの皆様との相互理解のための重要なツールと考えています。当社は投資家やステークホルダーの皆様との対話を通じて寄せられたご意見やご関心に応えながら、毎年統合報告書の改善・拡充を行っています。2022年度版で改善した主なポイントとしては、1点目はミッション・価値観などの当社ならではの独自性を明確化した点、2点目は MSV 追求モデルであるアセットアセンブラーを提示した点、3点目はアセットアセンブラーによる中長期経営戦略の解説、4点目はビジネスとの結びつきを意識した自立型体制によるサステナビリティの推進、最後の5点目は独立社外取締役が主導する先進的なガバナンスの紹介です。こちらは2022年度版の統合報告書の全体構成です。先ほどご紹介した5つのポイントが各章に沿って展開され、全体をお読みいただくことで当社の価値創造活動の全体像が理解できるようになっています。ここからこの5つのポイントに沿って統合報告書の内容をダイジェストで紹介します。ポイント1、ミッション・価値観などの当社ならではの独自性を明確化。当社は経営上の唯一のミッションとして株主価値最大化 MSV を掲げており、ここでは MSV の考え方や当社独自の価値観などを説明するとともに、 MSV 実現に向けた様々な取り組みについて紹介しています。では詳細紹介マークがあるページを見ていきましょう。まずは冒頭の MSV ストーリーです。当社ならではのミッションや独自性を Why、What、How、Where という流れに沿って印象的なビジュアルと簡潔な文章で説明しています。続いて共同社長メッセージでは、2人の共同社長から MSV の実現に向けた情熱あふれる力強いメッセージを発信しています。共同社長は強固な信頼関係に基づき、共に MSV を追求しています。MSV の結果である株価は、過去10年で大きく上昇し、
トピックス価格業種平均や競合他社平均を上回って推移しています。若月共同社長のメッセージでは、資本市場の期待を適切に高めて PER 株価収益率の最大化を目指す道筋や考え方を解説しています。当社 PER は過去10年で見ればトピックス価格業種平均や競合他社平均を上回って推移しており、当社に対する資本市場の期待の大きさが感じられます。ウィー共同社長のメッセージでは、売上成長と利益拡大による EPS 一株当たり当期利益の最大化に向けた取り組みを解説しています。当社 EPS は過去10年で大きく上昇しており、トピックス価格業種平均や競合他社平均を上回っています。 MSV の考え方と取り組みについては、損益計算書やロジックツリーに即しながら詳しく解説しています。 MSV とは、顧客・取引先・従業員・社会などへの責務を果たした上で、残存する株主価値の最大化に尽力し富の創出を図っていくという考え方であり、損益計算書に即して分かりやすく説明しています。また MSV は EPS 一株当たり当期利益と PER 株価収益率に分解することができるため、 MSV の実現に向けて EPS と PER の最大化につながる各種取り組みをロジックツリーを使って説明しています。ポイント2、 MSV 追求モデル、アセットアセンブラーを提示。 MSV を追求する経営モデルとして、当社独自のアセットアセンブラーを説明しています。アセットアセンブラーモデルは、既存事業の拡大と積極的な M&A を積み上げていくことで安全に高い成長を遂げていくモデルです。では詳細紹介マークがあるページを見ていきましょう。既存事業の拡大と積極的な M&A の両輪により、強力なブランドや優秀な人材を積み上げることで成長を加速させていく姿を図解しながら説明しています。アセットアセンブラーモデルを構成する強みとして、中長期的な発展を可能とする5つの強みを紹介しています。強みの1つ目は、巨大な市場規模を誇る塗料周辺分野に特化していること。2つ目は、塗料周辺事業のリスクリターン優位性。3つ目は、優秀なタレントブランドの集合体としての強み。4つ目は、日本円をベースとしている強みがあること。5つ目は、先進的なガバナンスです。これらの5つの強みを活用することで、リスクを抑えながら継続的な利益成長を図り、 MSV の実現を目指しています。ポイント3、アセットアセンブラーによる中長期経営戦略の解説。 MSV 追求モデル、アセットアセンブラーによる中長期経営戦略を説明しています。では詳細紹介マークがあるページを見ていきましょう。まず若月共同社長に聞く中長期経営戦略では、 Q&A 形式でアセットアセンブラーモデルによる経営戦略の考え方、 M&A 戦略、財務資本戦略の考え方を説明しています。地域特性や市場の構造的変化を捉えた中長期事業戦略では、当社が注力する主な地域・市場での戦略や取り組みを紹介しています。塗り替え市場が急拡大する中国での成長戦略では、中古住宅時代の到来に伴い急速に拡大している塗り替え市場をテーマとして、市場の変化をチャンスと捉えた事業戦略を説明しています。 WE 共同社長に聞く日本事業の収益性改善に向けた取り組みでは、 Q&A 形式で
日本市場の収益性改善に向けた取り組み、進捗を解説しています。ポイント4、ビジネスとの結びつきを意識した自立型体制によるサステナビリティの推進。当社はサステナビリティ活動においてもアセットアセンブラーモデルを支えるマテリアリティへの取り組みを通じて MSV の実現を目指しています。では詳細紹介マークがあるページを見ていきましょう。当社は2022年に一新したサステナビリティ体制のもと、ビジネスとの結びつきをより強化した自立型体制でサステナビリティを推進しています。4つのグローバルチーム、チームリーダーのもと、グループ一体でサステナビリティ戦略を進めています。なお、統合報告書の発行後、5つ目のグローバルチームとなる調達チームを設立しており、グループ施策を強化しています。サステナビリティ戦略の推進にあたっては、ステークホルダーへの責務を果たすだけでなく、事業機会を見出し新市場に参入するなど、当社ビジネスに直結させることを要諦としています。例えばマテリアリティの一つ、ダイバーシティ&インクルージョンに向けては、多様な価値観を積極的に受け入れることでグループの持続的成長の実現を目指しています。また社会課題を解決するイノベーション創出に向けては、世界各国のパートナー会社の間で技術協力や知的財産の共有などを行いながら、イノベーション創出力を強化しています。ポイント5、独立社外取締役が主導する先進的なガバナンス。当社は独立社外取締役を中心とする先進的なガバナンス体制を構築しています。では詳細紹介マークがあるページを見ていきましょう。取締役を束ねる中村筆頭独立社外取締役取締役会議長のメッセージでは、1年間の変革の成果とさらなる飛躍に向けた取締役会議論の改革について説明しています。独立社外取締役によるガバナンス対談では、中村取締役会議長と筒井報酬委員長が MSV に資する報酬制度をめぐって対談しています。報酬委員会がたどってきた足跡を振り返りながら、 MSV の実現に資する役員報酬制度のあり方や報酬委員会の役割、今後の報酬設計に向けた考え方について語り合いました。日本ペイントホールディングス統合報告書2022のポイントの説明は以上です。最後に統合報告書の入手方法をお伝えします。統合報告書は当社のホームページからダウンロードできます。こちらのページにある URL や QR コードをご活用ください。また統合報告書を保管する姉妹媒体としてインベスターブックを発行しています。当社グループの概要や市場のデータを簡潔にまとめていますので、合わせてぜひご覧ください。以上、日本ペイントホールディングス統合報告書2022のポイント紹介でした。ご視聴ありがとうございました。